どうも、オーラです。ファンタジスタ塩沢はモテたい願望があります。そこで今回ピアスを開けたらモテるんじゃないかという企画をします。そうです、ドッキリを仕掛けるんです。あえて失敗します。人に穴を開けたらどうなるか分かりますか？仕掛けるんです。天地のりです。うわ、すごっ。どんな反応をするか。それではドッキリスタートです。やる？もうピアス買っといたんで、やろうぜ。そこへやるけど、やるけど、いや、ビビるわ。うわ、怖え。すげえな、この人自分でやってる。え、でも自分でやるんじゃないの？いやいやいや、俺やる？絶対そうでしょ。ああ、全然いいよ。ファンタジスタ、シュゾウです。どうも、俺です。今回ですね、モテるためには何が必要かっていうことで。ピアスでモテる？モテるんです。モテる人は大体ピアスつけてるよね。正直ちょっとビビってる。正直？これいく？マジで？怖っ。こういう感じかな。やばい、今、その、押さないんだよ。いや、マジで、これ、振りじゃないから。本当のやつよ。マジのやつよ。今、押さなくていいからね。マジで、マジで。その、振りじゃないからね。振りじゃないから。マジで言ってるからね。いや、でも、もういいよ。これ、もう、長引かせても。目つぶった方がいい。じゃあ、そろそろ行きますよ。はい。心の準備はいいですか？はい。それじゃあ、行きましょう。3。怖いわ。やばい。ちょっと待って、何何何、マジ止まんない。は？何何何、急に動いたからマジで。は？うわ、怖。ちょっと待って、え、どうなってんの？ちょっと待って、動くなって、あんま。やばい、ちょっと待って、ごめん。ちょっと、どうすんのこれ。うわ、やっば。え、これガチ。ティッシュ。いや、マジのやつ。やっば。いや、どうする。いや、どうすればいい。いや、ちょっと待って、ティッシュ。ティッシュで投稿なんのこれ。いや、どうしようっていうか、これどうすればいい。これ俺の耳なのこれ。これ俺の耳なの。押さえた方がいい。おばらの手じゃなくて。違う。いや、ちょっと待って、マジで。やばい。あったまりなくなってきた。いや、ちょっと、とりあえず一回救急車、マジで。救急車っていうか、呼んでいいの、救急車。いや、っていうか、これどうす、やっば。マジごめん。いや、ちょっとごめんじゃなくて、これやばいでしょ、普通に。いや、こっちと、ちょっとやばい、シャレにならんでしょ、これ。いった、マジで。痛くなってきた。どこはどうなってるの？何もなってないね。耳たぶ的なことなのかどうなのかってことよ。ああ、その前にドッキリだもん、これ。ドッキリです。血のりでした。これ良くないわ。ちょっと心臓ドキドキしてるもん。痛くなかったから、本当の血っぽいじゃん。俺最初、小原が手怪我したのかと思ったの。いや、気持ち悪いよ、マジで。マジ気持ち悪い。痛いとか言ってたけど、痛くないから。いいやられっぷりでしたね。俺の耳がこれ、あ、ごめん。めっちゃ壁についてるもん。壁についてるもんって服についてるから。